それでは保存しますので、ツールバー一番右のバックボタンをタップしますと、このようにマイギャラリーに保存されます。それではフォトライブラリーに保存しますので、マイギャラリー画面の右上の右から3番目のボタンをタップします。静止画フォトライブラリー保存をタップして、一旦ホームボタンをタップして写真のところを見ます。そうするとこのようにフォトライブラのところに保存されます。それは閉じて、改めてアイブスペイントを出します。そしてさらに先ほどの画像を保存する場合は、編集ボタンをタップして、ツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、黒の描いた画像を一旦また閉じて、続いて2番目の描いた画像をタップして開いて、バックボタン、保存ボタンを押して、とこのようにできますので、先ほどと同じように右上の右から3番目のボタンをタップして、静止画フォトライブラリー保存として、続いてまた編集ボタンをタップして、レイヤーボタンをタップして、今保存した画像を一旦閉じて、次に保存したい画像を開いて、目玉を開いて、またバックボタンをタップ、保存ボタンをタップして、このように保存されますので、先ほどのように右上の右から3番目のボタンをタップして、静止画フォトライブラリ保存を選択をタップして、フォトライブラリに保存します。このようにして描いた画像分だけ何回も繰り返して保存していただきます。このようにして腕のかすれの文字を作っていただくことができます。また違う方向でまたご説明します。